ウェーベルトンこと、ウェーベルトン・ペレーラ・ダ・シューバは、ブラジルのサッカー選手。ブラジル代表。ポジションは GK。AC ・ジュベントス時代に行われた、SC ・コリンチャンス・パウリスタ戦でのパフォーマンスの良さから2006年に、コリンチャンスの下部組織に移籍。2007年にトップチームに昇格するも、ハファエウ・サントスが、トップチームに昇格してくると序列は、第4ゴールキーパーまで落ちた。 そのため、クルーベドレモや、OSTFC、アメリカ RN へと期限付き遺跡で送り出された。アメリカ RN 時代のカンピオナーとブラジレロ、セリエ B では、ベテランのホドルフォと出場時間を分け合った。2010年1月にコリンチャンスから放出され、ボタフォゴ SP に加入。ここで活躍したことによって、同年5月12日に、アソシアソン、 ポルトゥゲーザ地でスポルトスに移籍。彼は2011シーズンのカンピオナートブラジレロ、セリエ B では、不動のレギュラーとして活躍し、リーグ制覇に大きく貢献した。ポルトゥゲーザとの契約が終了すると、2012年5月にアトレチコパラナエンセに加入。ニュー。2014シーズンのカンピオナートブラジレロ、セリエ A で首相を任せられると、同年10月15日に2017年までの、 契約を延長した。2017年12月に5年契約で SE、パルメーラスに移籍2016年7月31日に負傷した、フェルナンドプラスの代わりにリオデジャネイロオリンピックのメンバーに選出された。決勝戦では、ニルスペーター前の PK を止めて、優勝を勝ち取る大活躍を見せた。オリンピックでの活躍から、直後に 2018FIFA ワールドカップ。 南米予選に挑む A 代表にも招集されたが、ここでは出場機会がなかった。翌2017年1月26日に行われたコロンビア代表との親善試合で A 代表初出場を記録した。SC コリンチャンスパウリスタボタフォゴ SP ポルトゥゲーザートレチコパラナエンセイスイーパルメイラス。ありがとうございます。